こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。よいしょ。はい、すいません、こちらの方もだいぶ久々になってしまうんですけれども、ブラニースクエアの膝掛けですね。こちらの方は自分で手持ちの、コーン巻きになってる方の細い糸と、そのピンクのすいません、こういう感じの糸と、あと極細ぐらいな感じの糸を、合わせて、ここにこうするとこのくらいで見えるかな、映ってますかね。そうですね、うん、なんとかこの糸とこの糸、うん、これを合わせて、こういう感じのコーン巻きの糸ですね。これはもともと自分で持っていたものなので戻してください、はい、で、そちらで編んでるのがこのちょっと白っぽく見えるピンクの方の糸ですね。それとあとこれ去年に、100円ショップのワッツさんっていうところで、購入していた糸ですね。こちらの方も多分動画の方で上げていたと思うんですけれども、こちらを使って、2段ずつ2段編んで、先ほどのあのピンクの方の糸で編んでっていうのを繰り返していて、ここでこちらの糸を2段編んで、ピンクの方で2段編んでっていうのを最初繰り返していて、途中からこの辺からこちらの段染めの糸2段編んで、ピンクの糸を3段編んでっていうのを繰り返してたんですね。ピンクの方の糸をここで2回入れて、で次にこちらの方で、ここのところで2回で2段編んでっていうのを2回繰り返してました。そしたら、ピンクの方の糸がちょっと足らなくなってしまって、全部でこちらの方の糸は3玉ずつ持っていたんですけれども、あと、これはまだ使ってない方の1玉ずつ残っていて、でちょっと赤っぽいオレンジっぽい方ですね、色番2番っていう方があとこれだけ、それとピンクの方の、色番3番っていう方がこれだけしか残ってなくて、これとあと各1玉ずつですね、こちらの方なんですけれども、それでコーン巻きのピンクの方が終わってしまったので、で別のコーン巻きの方の、ピンクの糸があったんですけど、ちょっとね分かりづらいんですけど、ほとんど近いぐらいにしか見えないと思うんですけれども、ちょっとだけ色がこっちの方が濃いのかな、うんうん、割とね色の違い出てる、出てる、あ、よかった、うん、こっちの方が薄紫寄りに色が出てるから、うんうん、でかか、ちょうど最初に編んでた方のコーン巻きの方もこのくらいの大きさもともとあったの で、あの編み終わってしまったので、続きのところを今度こちらの糸 と、こちらの糸ですね、また一緒に編んでいきたいと思います。なんですが、ごめんなさいね、前置きが長くって申し訳ないです。だいぶ大きくなってきてるんです。なのでちょっと今の時点でちょっとサイズを測ってみますね。ここで映りますか？映ない。どの辺？この辺で、この辺、はい、端っこからちょっと測ってみますね。今これ2つに折ってる状態ですけれども、よいしょ、映ってますか？うん、今だいたい78とか79センチぐらいまでなってますね。これね、真四角だから多分同じだと思います。こっちもね、これ半分に折ってるけれども、そうね、だいたい
70くらいかな。ちょっとこっちの方が短かったのかな。とか絡まっちゃった。ごめんなさい、ちょっと大変なことになってしまった。はい、大丈夫です。ごめんなさい。ちょっと糸が絡まってしまって、今ここに取れました。ピンボケで映っちゃった。うん、でも絡まったのが分かれば。すみません。一応だいたい70ちょっとぐらいの大きさに今出来上がっています。それと、あとこっちですね。どこだっけ。ここで止めといた。これね、本当に短いかな。これはね、3号のかぎ針で編んでいたので、ここからちょっとこの糸を足していこうかな。よいしょ。もうちょっと下に、うん、そのぐらいだとちょうど真ん中目ね。はい、ちょっと待ってね。ここで糸を切り替えなきゃ。ごめんなさい、ちょっとにゃんこがにゃんこがちょっと今日は元気が良くてですね、ちょっと音が入っていたら申し訳ないです。緩むね。よいしょ。ここでどう編んでたちょっとここで一回こうしとこうかな。でこれで、ちょっとね、もうだいぶ大きくはなってきたので、すいません、ちょっとこれ下に下ろしてもらっていいですか。だいぶ大きくなってきたので、編みづらくはなってきちゃってるんですけれども、あ、そのあたり、目ね、あ、結構画面だと分かりづらいかもしれないけど、やっぱちょっと色が濃いですね、こっちの方の。ピンクがほんの少し濃くなったっていう感じですかね。よいしょ。これも早く編み上げたいんですけどね。先ほどのピンクの玉の方で足りると思ったんですけど、まさか足りなくなるとは。細いからやっぱりそんなに進まないのかな。高さが出ないんですね、多分ね。かぎ針も3号で編んでるので、やっぱさっきの絡まっちゃったところが取りづらくなっちゃった。ごめんなさいね、ちょっと細い方の糸がさっきメジャーの方に絡まってしまって、ちょっと引っ張りづらくなっちゃった。すいません。もうちょっと大きくしたいんですよね。これ薄いので、ちょっと出来上がりを大きめにして、1枚でも使えるし、三角に半分に折ったらショールみたくも使えるかなとか思って、それでちょっと薄いので
大判のものをちょっと作りたいなと思ったんですね。ちょっと分かりづ、あの画面ではこれちょっと分かりづらいんですけど、さっきのあの細いあのピンクのあの糸巻き機でも巻いてしまったんですけど、ピンクの糸の方はあれアンゴラって書いてあったかな、アンゴラの糸だったと思うんですよね。なので薄いんですけど、あったかいんですね、軽くてあったかいので、こっちの糸はこれはアクリルが75、ナイロンが25なんですね。で長さの方が、あ、グラムが約 30g、117m ですね。なので結構あの段染めの方の糸もね、結構メーター数もあるので、結構3玉3玉あるからいけるんじゃないかなと思ったんですけどね。ピンクの方が足りなくなると思わなかった。あの根巻きの方がどれだけ巻いてあるかがちょっとわからなくて、好きでよく根巻きの方は購入したりするんですけれども、メーター数がね長いので、ちょっと大きい、もし何か作ってる途中で、今回ちょっと糸がねこれ足りなくなっちゃいましたけど、こういう風になるべく足りなくならないようなものを作りたいなと思って、根巻きがちょっと好きで、もともと動画を上げる前に購入したものなんですけれども、そういうのもでももともと持っている糸いくつかあるので、そちらの方と合わせて作品作りができたらなって思ってます。これあれですね、根巻きだとコーンの部分のグラム数も入っちゃうから、次の時、あ、先に測ってみればよかったね、さっきの。ちょっとねもう編み始めてしまったので、次また別の作品で根巻きの糸を使う時、糸巻き機の方で巻けるタイプの巻けるタイプの糸であれば巻いてグラム測ってみようかな。測れない場合だったらあれだね、コーンに巻いてある状態でグラム測って空のコーンを、空のコーンをそうねグラム測って引けばいいか。さっきの変なのちょっと、さっきの根巻きのタイプであれば巻けないことはないんですけど、もう一回すいません取ってもらっていいですか、違うこっちの、はいごめんなさい、さっきのピンクみたいな方だと極細ぐらいの太さなので、根巻きにしてこのくらいの大きさにはなるんですけれども、こちらの方だとこれものすごく細いんですね。このくらい、はい、ものすごく細くて、で見た目はこのくらいの根巻きの芯からこのくらいな感じで巻いてあったんですね、どちらもなんですけど、極細の糸の方がなくなってしまったんですけど、こちらの方は細くてまだ減った感じが全然しないぐらいものすごい巻いてあるので、これを根巻きにするとずっと巻いてなくちゃいけなくって、ちょっとどのくらいの大きさになるかもちょっとわからないので、こういう場合だとこのまんまの状態で編んでいくような形になりますかね。こう置いといて、ここだとこういう形状で置けばこうやってスッと糸が出せるんですけど、ここに置いてると私がこう常にこうやって何回も糸をこう引き上げながらじゃないと
ちょっと編み進めるのがちょっと大変なので、いつも足元の方に下に置いてると上からこうスルスルっと糸を上げられるので下の方に置いちゃってるんですけれども、そうですね、こっちをちょっと糸巻き機で巻くのはちょっと大変、こういうタイプのうんと細いものなんかだともう糸巻き機で巻くのはちょっと大変なので、このままの状態で編んでいくという形になりますね。でも色違いのものとか他にもごめんなさい、他にもいくつかね、今みたいなコーン巻きのもので今ぐらいの大きさのものもあれば、もうちょっとこんな大巻きのものなんかもいくつか持ってたりするので、そうですね、そちらも混ぜながらぼちぼち使っていきたいと考えています。その前にまずね、こちらの膝掛けとあと大きいのでカーデガンですか、50玉チャレンジの方のねカーデガンの方をまず大きい大物をその2つをやりながら間で違うものを挟んでいこうかなと思っております。カセイトとかもねいいよね、欲しいんだけど、段染めのカセイトとかきっと高いと思うんですけどね。でも今はちょっと糸がいっぱいだから、今手持ちで持ってる糸でちょっと減らさないと置き場所もね なくなっちゃいますからね。もうちょっと今すでにねいっぱいなんですけど、ごめんなさい、表のちょっと音が入ってたらすいません。なんかね、今ね表の方で車のドアを閉める音がなんかちょっと響いて、入ってるかな、入ってないかな、入ってたらすいません。これねちょっと端まで行くのにもだいぶ時間かかってしまいますけれども、一応こんな感じですかね。はい、こんな感じで編み進めていきたいと思います。よいしょ。あとねこれだけ残っていて、段染めの方の糸がこっちは本当に少しで、これが一玉ずつと、あとこちらのピンクが入ってる方の糸もこれだけなので、あとこの分でどれだけ編めるかちょっとねわからないんですけれども、さっきの時点で測ってこちらが70ちょいぐらい、80弱ぐらいあったと思うので、うん、一玉半でそのくらいだけどね、大きくなってきてるから、1メートルで手伸ばしたぐらいでしょ、多分1メーター以上ぐらいにはしたいんだよね。三角に増した状態で、メジャーありますか？すいません。ありがとう。まあ、三角にした状態で、ここが中心でしょ？今日はあまり喋らないんですね。はい。1メ
ぐらいだね、うん、101ってなってる、うん、もうちょっと大きくやっぱりしたいので、とりあえずこちらのあと一玉ずつとこのねちょびっとずつ残ってる、多分これ巻いたらこのくらい近いぐらいかもしれない、うんうん、もうちょっとこちらの方は糸がある分までとりあえず進めていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。はい、あったかくなるといいね。2枚にこう通ってもやっぱりいいと思う。はい、こんな感じで編んでいきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われる方は、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。よかったら Twitter の方も少しずつですけれどもやっておりますので、見てみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆず猫と娘でした。バイバーイ。バイバーイ。